おい、さっさと答えろ、グズ野郎。お前がしたいことは何だ？エルヴィン、こいつの責任は俺が持つ。これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今からあそこで演奏するの。私、バイオリニストなの。私が伴奏者に任命します。え？聴衆推薦っていうので、虹予選も弾けるんだって。戦略だ、うん、確かに単純な身体能力ならエマの方が上だろう。でもノーマンはああ、うまくやってたと思ったのに。後で僕らが眠くなる頃に先生の顔が薄いピンクになる時がある。カヤノの質問への反応も少し遅れた。多分先生も一番油断する時間なんだ。さっき鬼ごけして死にそうになったの忘れたか？よかった。あんなスケート初めて見たよ。最後のあれどうやってんだ？スノボのトリックなのかだっけ？まあ細かいことはいいだろ。いらっしゃいませ、智也くん。どうかしましたか？西野さんと杉坂さんに聞きました。そちらの方はお友達ですか？初対面の方ですから。コックリさん、コックリさん、生徒会長がギリ化ける生き物を教えてください。そんな理由で命かけられんの？今度こそ飯行こうか。ビーフテキ。板取雄二です。好みのタイプはジェニファーローレンス。よろしくお願いします。どうやら私は君のことがめっぽう好きになってしまったようだ。ああ、運んで帰って温泉の風呂を作る療養のためにな。メスライオンじゃない。そもそも私じゃなく姉じゃだ。おいおい、正気か？今お前調査兵団に入るって言ったのか？なあ、悪かったよ。あんたの考えを否定したいわけじゃないんだ。これで手打ちにしよう。巨人を一撃で同時に仕留めるための作戦なんだ。運動能力的に最も成功率が高そうな7人にやってもらうけど、全員の命を背負わせてしまって、そのごめん。あげないって言ってんでしょ。宮村は、宮村は私のだもん。あげないから、絶対。あ、これは何？最近の若者がこぞって聴く曲？流行りの？待って、俺がそのロボットに乗るよ。君をほっとけない。一人で行かせられないよ。死んでるのと変わらないんだ。だから俺を乗せてくれ。あんたはゲス野郎だと言ったのさ、白豚マービン。ギャラリーのいるところじゃ嫌だな。二人だけになれるとこ連れてってよ。よう、また会ったな。おっさんが言ってたぞ。私の特技は肉を削ぎ落とすことです。必要に迫られればいつでも披露します。私の特技を体験したい方がいればどうぞ一番先に近づいて。もう一人ぼっちじゃない。僕たちの決着って何だろう。先生が警察に捕まること、僕が先生に殺されること。3月の休みに入ったらお兄ちゃん毎日遊びに来る。じゃあいつまで来てくれるの？お姉ちゃんは、お兄ちゃんが来なくなったら嫌じゃないの？お姉ちゃんって素直じゃないよ。さて、舞台は整った。あの爆発的絡みに挑戦させてもらいますか。トウツキのあのルールって卒業生にも適用されるんすかね。本当のことを教えてくれるまで睨み続けます。大きく違うことは分かります。その子との出会いがあなたを変えたんですね。余計なところ探しちゃったね。5人揃ったから今度こそ行くよ。ちゃんと歌えるかなって思うと怖いよ。伝えたい、分かってほしい。すごかったね。伊之助は休んでいるといい。無理言ってすまなかったな。そんなにお腹が空いているならこれも食べていいぞ。はい、あんなごちそう久しぶりでした。抜けた気だけ。